POG2023 から24、社代オーナーズクラブノーザンファーム生産の関東馬全頭チェックパート1という形でいきたいと思います。秘密結社フェガム総帥ハッチーでございます。まあね、クラブ馬の全頭チェックというかね、募集予定馬がどんどん出始めて、まあ正式に募集馬というふうになってきているんでね、もういろんなクラブ溜まっていても仕方がないんだけれども、社代オーナーズのノーザンファームの生産馬が23頭なので、まあ、動画3本に分けてですね、今回から8頭、8頭、7頭というような形で紹介をしていきたいと思います。まあ、一応ね、募集番号順に全部いきましょうという形で、募集番号235番カラフルブラッサムの21ボバ、父ロードカナロア、母の父ハーツクライ、これ販売中止になってますね。出産時の母の年齢11歳、母出産時の祖母の年齢12歳、叔父に交流重賞2勝のピーラニハイウェイと、まあ、そこそこの、ね、良血なんですけどもね、前回、ね、出た社代ファームさんの方で募集中止になっているのが販売停止という表記なのに対して、これ販売中止ですから、まあ、競走馬になれないという形になっちゃったのかなと。停止の方はね、ワンチャンもしかしたら怪我が回復すればみたいなのがあるけれどもというような感じですね。非常に、まあ、狙いづらいというか、そういった事態のようです。まあ、そして募集番号236番イーストの21牝馬、父ハーツクライ、母の父フランケル、募集価格4000万円で、美穂海老名正義厩舎、出産時の母の年齢5歳、母出産時の祖母の年齢12歳、お母さんはね、フランスの重賞勝ち馬で、2歳児ブリーダーズカップジュベナイルフリーズターフ G1 で2着していると。アメリカの G1 2着馬、まあアメリカの芝 G1、 それも世代限定2歳牝馬のやつの2着なんてなってくると、そこまで価値があるのかどうかってところではあるんだけれども、まあ、その後にね、フランスの重賞も勝ってるし、まあマンノーザンファーム系で売れ残ってるマンクチカシだけどね、まあ、とはいえ、まあ、一応 POG 向きの血統、まあ、厩舎が海老名正義っても新規開業厩舎かいというようなところか、まあ、どうなんですかねという感じですね。まあ、そして237番ブルークランズの21牝馬、父エピファネイア、母の父ルーラーシップ、募集価格5000万円で美穂の国枝厩舎、出産時の母の年齢7歳、母出産時の祖母の年齢8歳、おばにクイーンカップ3着のロカ、おじに、青葉賞2着のバルコス、祖母の兄にディープインパクトという品系ですね。まあ、母自身も3勝を挙げていて、まあ、最低限この、ね、名品系でこれだけね走れている。初子の姉はいまいちだったんだけれども、空体を挟んでの2番目の3区2番5ということで、まあ、そしてねエピファネイア3区でサンデーの 4×4 になるのかな、インブリード持ちというあたり、まあ、いろいろね注目どころが、注目すべき内容が詰まっていて、美穂国枝厩舎のこれがクラシック確か最終年になるのかな、まあ、国枝の牝馬というあたりも踏まえて、まあ、チェック対象にはなってくると思います。そして238番ガードルートの21牝馬、父絆、母の父ジャングルポケット、募集価格3200万円で美穂の奥村武史厩舎、出産時の母の年齢10歳、母出産時の祖母の年齢が9歳、祖母が函館2歳ステークスを勝ち、阪神ジュベナイルフィリーズのを2着したアンブロワーズ、曽祖母の兄に房一コンコルド日本ダービー、曽祖母の弟に皐月賞を勝ったアンライバルドというね、まあ、バレークイーンの品系ってやつですね。まあ、2歳総選からいけそうな分子、ただね、まあ、お母さんも一生止まりという戦績ですし、まあ、厩舎もね奥村武史、まだ、まあ、若手って言っていいのかな、まあ、美穂武亮とか、まあ、そろそろね頭角を現している厩舎がね複数ある世代ではありますが、まあ、まだ実績のない厩舎というところでどこまで狙えるのかなという感じで見ております。そして239番ソブラドラインクの21ボバ、父ドゥラメンテ、母の父インクルード、募集価格5000万円で美穂の堀厩舎、出産時の母の年齢9歳、母出産時の祖母の年齢7歳、お母さんはアルゼンチンの G1 2勝馬、ただね初子の姉がノーザンファームに残れてないんですよね。売却済みで地方で勝ち上がっています。まあ、空体明け2年ね3区なしで一流厩舎というあたり、再度期待をしたいところではありますが、まあまあ
そうだな、この馬のさ、お母さんの産駒を初子の牝馬でね、あのノーザンファーム繁殖として残さなかったというあたり、期待度がどこまでなのかなというところ、まあ、もちろんね、空体だけ条件は揃いましたし、まあ、巻き返しは期待したいなというところではあるんだけどなという感じですね。まあ、そして240番イルーシブウェーブの21牝馬、父ドゥラメンテ、母の父イルーシブシティ、募集価格5000万円で美穂の国、木村厩舎、出産時の母の年齢15歳、母出産時の祖母の年齢8歳、お母さんはフランスのセンギニーの勝ち馬、兄サテノソロモンが3着京都新聞杯、兄アドマイアビルゴが若葉ステークスを制すなど POG 期間から、ね、一応活躍している品系、ただ、お母さんも活躍馬、お兄さんも期間内からの活躍馬という中で、母15歳児産駒ということもあるんでしょうが、現時点でね、満口近し、そういった表示なしの売れ残りというあたり、まあ、実馬を見て、買っているであろう、本当にね、一口馬主じゃなく、馬主の資格を持っている方々が手を出していないというあたりが気がかりですね。まあ、一口500万円、5000万円で買う馬じゃねえよというところかもしれないです。まあ、そして241番、レーブルシードの21牝馬、父ドレフォン、母の父ディープインパクト、募集価格2400万円で美穂の中立厩舎、出産時の母の年齢8歳、母出産時の祖母の年齢が13歳、おばがの、ベスラーがアイルランドの千切りの勝ち馬、母のいとこレーブ・ディソード、阪神ジュベナイルフィリーズということで、祖母の姉の分子がですね、から姉、祖母の姉からの品系が、レーブ・ロスカーからの品系ってことになってね、まあ、国内非常に活躍をしています。こちらの品系も、母の姉がアイルランドの千切りを制するなど非常に優秀な品系でして、まあ、ドレフォン産駒も初年度から結果を出していて、この配合も楽しみだと、まあ、厩舎こそねまだ結果がそこそこ止まりですが、まあ、これから期待ができる厩舎ということで楽しみにしてみたいと思います。まあ、そして242番エルノルテの21ボバ、父モーリス、母の父ディープインパクト、募集価格4000万円で美穂の宮田厩舎、出産時の母の年齢が10歳、母出産時の祖母の年齢が6歳、お母さんはアメリカの G2 の勝ち馬、まあ、ただね、上2頭が勝ち上がれていない、まあ、そしてお母さんの兄弟と見ても条件止まりと考えると、まあ、やはりね、ちょっと期待しづらい品系というか、まあ、ノーザンファームだったらもっといい血統の馬なんか行さんいるのになというような感じでね、まあ、ちょっと期待度が低いのかなというふうには見えてきます。まあ、厩舎もね、まだ美穂の餌やり師としては、ちょっと若手でね、結果が出てないというところもあるんで、まあ、これもね、物手を上げて押すという感じにはならないのかなと思いつつ、まあ、満口にはなってますよと、まあ、売れ残っている馬よりはいいんじゃないですかというぐらいですね、まあ、そんな感じでチェックをしておきたいと思います。まあ、以上ね、今回も8頭紹介いたしました。またね、前頭チェック続けていくんでね、よろしくお願いいたします。以上、ハッチーでした。